はい、第2回始まりましたけれども、ゲリラ的に始まるんでね、いつもね、ラジオと尿意は突然だというね、名言もありますけれども、うまいこと言いましたけども、はい、どうですか、第1回の反響とかどうですか。いや、何よ、これ、日本撮りですけど、1週間後にあげるんで。そうですね、日本撮りとかないねん、これ日本撮りっす。うん、そうっすね。サンマの工場委員会みたいに3本撮りでもいいっすけど。お前、工場委員会でさ、サンマがさ、コロナがあってなーとか言ったらさ、わしやないかいって言って、めっちゃ不謹慎なわしやないかいやった。2週間後にワクチン打つ予定やったのにコロナなってなーって、わしやないかいって。あかんやろって思ったけど。わしやない会は何も考えてなくても自然と出るようになってる。それもう洗脳されてんだよ。桜井翔や。これ強ない？え、うまないこれ。でかない音。うつくさ、誰でもできる。無人島で俺これやったろ、流したろ。誰も聞いてない。苦しなってるよ。じゃあビートビート。やばいな、ちょっと喉痛なってきた。そや、ボンドの話せんと、ね、やっぱボンドあるあるってさ、ひっついたとここの辺につく白いの剥がすの楽しいよな。はいはいはい、はい、ボンドあるある言っていい、はい、黄色がち、パッケージ、はいはい、なんかあるボンドあるある。ないわ、もうその2つしかないよ。ボンドあるあるな、探そうや。キャップ赤いとこの裏側もボンドでカピカピになって回せんこなりがち。はい、はい、ということで、次回は次回何の話します、ティファールの話でもしましょうか。はい、ということで兄弟ラジオでした。ありがとうございます。